はい、なんか裏なんですけど、前ここのうちは薪風呂だったので、で今灯油ボイラーついてんですけど、薪風呂の煙突とかあと給水パイプとかっていうのが今裏にあるんですけど、残ってるんですけど、で薪風呂の煙突だったついてた部分はなんか瓦とか入れてあったりして、で給水パイプはそのまま露出してるんですけど。で、なんで、薪風呂の薪を入れくべるところなんですけど、ちょっとあそこ前湧き水っていうか水が出てて、で、なんでだろうってちょっとずっと考えてたんですけど、どっかから水漏れしてるんだろうなっていうのはあるんとは思ってて、多分もしかしたらその薪風呂の煙突とか給水パイプのところから雨水が入って、下に。風呂の下あたりに水が溜まってるんじゃないかっていうふうに考えて、でとりあえず薪風呂の煙突の部分はこういうビニールシート、ハウス用のやつなんですけど、これを上にかぶせて、ちょっととりあえず雨水は入らないようにしてて、で給水パイプもこれからちょっとこれと、あとこのホースバンドで蓋をとりあえずしようかなと思います。はい。じゃあやっていきます。はい。で一応これですね、これが煙突があった場所で、一応ここにビニールかぶせて飛ばないようにブロック塀乗せてる形ですね。で給水パイプが多分これが給水パイプだと思うんですけど、でここにもう露出して、多分普通に給水パイプだったら下まで通じてるはずなんで、でこれもちょっと雨水入らないようにかぶせていこうと思います。はい。で、とりあえずこんな風に固定しました。ちょっとここ邪魔な部分なんですけど、ここら辺は適当にハサミで切っていきたいと思います。はい、そんな感じです。